カナル。こんにちは。ということで今回はダッフィーの新しい冬のグッズが発売されたということで早速ゲットしてきました。今日はこちらを開封していきたいと思います。それではおーちけら。皆さんもあるあるだと思うんですけど、もともとこれ買うって丸つけてた以上に買っちゃう、この現象あるよっていう方、ぜひコメント欄で教えてください。今回はウィンターホリデーというグッズとクリスマスのグッズ2つが登場しました。じゃあまずはウィンターホリデーのグッズから紹介していきます。1つ目がこちら、じゃん、キーチェーン4個、スノードームみたいになってるの。こちらがダッフィー、ダッフィーとあと中にこうビーズみたいなのが入っていて、シャカ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 、音フェチ、すごく可愛いです。ダッフィー雪だるま持ってます。あとね、ここは注目、すごく細かい作りになってて、後ろのところにミッキーのマークが入っています。ピンクに白のリボンがシェリーメイちゃん、黄色にグリーンのリボンがジェラトーニ、ブルーにピンクのリボンがステラルーです。すごく可愛い。そして2個目、1212、じゃーん、こんな感じでアジャスター付きのこんな感じのリュックになっているんですが、なんとチャックを開けてみるとじゃーん、かわいい、かわいい、かわいい、膝掛けです。これは買わなきゃ損、めちゃくちゃ気持ちいい素材で、スウェードっぽい素材になっています。で、周りはふわふわの素材です。もこもこ、裏もモコモコふわふわ、これすごくあったかいと思います。ここにボタンとあと止めるところがついているので、ででーん、負けちゃう、あったかーい見て、ちょっとスカートみたいじゃない、かわいい。こうやって巻いてこういう風にもできる、モコモコ最高。リュックはブランケットを入れてもいいし、すごい重いものを入れたらちょっと危ないかもなんですけど、お財布だったり携帯とかを入れる分にはリュックとしても使うことができそうなので、これ一つでいろんな使い方ができるアイテムかなって思いました。むしろこれを入れた状態でもお財布と携帯とぐらいだったら入りそうだなと思います。そして3つ目、これは発表があった時から絶対に買おうって決めてたアイテムです。じゃじゃーん、男女兼用のユニセックスで S、M、L サイズあるんですけど、お店で鏡で合わせてみたら M 結構大きそうだなっていうのもあって S にしてみました。身長155から165センチ、胸囲が80から88センチ。かわいいよね、めちゃくちゃ。裏がこんな感じになってて結構厚手です。でも白いところはそこまで厚手ではないかも。この模様が入ってる部分が白い部分よりも厚手になっています。めちゃくちゃしっかりしてるセーターです。この下の模様も可愛い。それでは着てみました。ぴったりサイズ、こんな感じです。腕も少し余るぐらい、キツキツっていうわけでもなくちょうどいいサイズ感です。お尻もちょっと隠れるぐらい。今これ1枚で着てるんですけど、中にキートテックとかちょっと薄いものを1枚着ても全然大丈夫そうです。かなりあったかい。そして続いてがこちら、もうすっごく可愛くて、もともと買う予定ではなかったんですが買ってしまいました。表目がこんな感じ、そして裏目もこんな感じ、そしてこの持ち手のところのこの裏側が雪の結晶デザインになってて、すごく可愛いです。この紐はゴムになってて、ひょいっとこんな感じで留めることができるようになってます。そしてなんとここからがすごくて、皆さんいきますよ、せーの、ちゃん、わかりましたか？これでどうだ、じゃじゃん、もうわかりましたよね。なんとなんと、じゃーん、リバーシブルになっております。こっち側の素材はモコモコしていて、ボア素材っていうのかな、コートとかにもあるようなモコモコの素材になっていて、反対のこっち側はスウェードっぽい、さっきのブランケットと同じような触ると気持ちいい素材になっています。マチはこのぐらいで、こちら iPhone X なんですけど、マチに合わせてみるとこんな感じのサイズ感です。かなり持ち運びやすいバッグなんですけれども、
何個か物入れてみました。今ここに入ってるのがさっき紹介したブランケット、ペットボトル 500ml、 ポーチ、 iPhone X、 お財布、そしてじゃーん、ショーを待つ時などに使っている100均で買った椅子です。結構かさばるものとか入れたんですけど、これでもまだちょっと余裕はあるかなっていうくらいだったので、私的にはサイズ感すごく使いやすいなと思いました。100点、生チューブ。そして続いてがクリスマスのグッズです。じゃあまず一つ目が、じゃんじゃんてらるんてらるるるるる、じゃーん、ツリーをゲットしました。このベルがすごく可愛い、音もいいでしょう。ところどころにミッキーもね、いるんですよ。この4人の顔はそれぞれ商品によって顔が違っていたので、自分の気に入ったダッフィー&フレンズのみんなを選んであげるといいと思います。こっち側はモコモコしてる素材で、でこっち側はツルツルしている素材です。ここが刺繍みたいな感じかな。これをポンって置くだけで簡単にクリスマス気分が出せちゃうかなと思います。続いてがじじゃーん、そろりそろりそろりと買ってしもた。もう本当に可愛くてゲットしてしまいました。可愛い、なにこれ、可愛い。これはいつも売ってる1万円ぐらいのぬいぐるみと同じサイズなのかな。この帽子は取り外せるようになっていて、マフラーは解くことは不可能です。この冊子もいつもと変わらないバージョンです。すごく最高。もうなんかいつもよりしっかりしてるのかな、ちょっと重い気がする。タグも赤くなっている。はい、ということで今回は2019年のタフィーの新しい冬のグッズを紹介しました。もう全部おすすめしたいぐらいなんですけど、特に私の中でおすすめはこちらのセーターとこちら。結構ダッフィーグッズでブランケット多いと思うんですけど、リュックもついてすごく気持ちいい暖かいブランケットもついてっていう最高のグッズになってると思うので、また新しいブランケット増えちゃうかもしれないんですけど、こちらゲットしてみるのもいいのかなと思ったりします。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッターもやってるので概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。